はい、こんにちは。動きのコツ研究所の生野です。今日は歩くときに麻痺側で支えたときに足首がグラグラっとなったりとか、足首が外側にこうねじれて、内反といいますか、ねじれてしまうというお悩みに対するコツになります。皆さん、立った姿勢で手すりを支えて安全第一でいきましょう。麻痺側の足にこう体重をかけたとき、足首がグラグラしたり、ちょっと外に流れるというか、こう内側が、親指が浮いてねじれてしまいそうになるということがありますよね。この骨のリハビリでは、この症状の原因は足の裏の感覚の感じ方というのが大事だというふうに見ていきます。おそらく皆さん、体重かけた時、足の裏どうでしょう。足の裏、小指側に体重がかかってますよね。これが実は問題なんです。解決策としては、外側に流れず足の裏全体、外も内も同じぐらい、踏ん張ったらダメですよ。ゆっくりじんわり全体ベターっと乗るように気をつけてみましょう。いかがでしょうか。最初よりも足首のグラグラが減っていたり、足首がねじれてしまう感じが良くなっていたら大成功です。